こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は、旅行先で危ない目に遭わないためには、まあ、危険をどう回避するか。まあ、それについてね、えー、まあ、よくよく考えたら馬鹿げた話なんですけど、まあ、ただ、結構標準的にその馬鹿げた話を実行して危ない目に遭っている人が多いということでね、ちょっとシェアしたいと思います。まあ、一部、 ね、ビジネスとかアマゾン出にも繋がる話ですね。まあ今、オーストラリア回ってるとこなんですけど、まあオーストラリア旅行中にね、次のヨーロッパの渡航先の、えー、飛行機の手配やら予約やら済ませました。まあ、昔からね、えー、ハワイに旅行行くと普通ハワイのガイドブック持ってくと思うんですけど、私の場合ハワイに行くんだったらハワイのガイドブックっていうのはね、必要な部分だけ10ページぐらい切り抜いて、あとは 空港で、ね、次の気になっている渡航先、まあ、ヨーロッパなのか、ね、アメリカなのか、ねえー、次の渡航先のガイドブックを買って旅行中に次の行き先のプランを大まかに立てるというのが、ね、そういえば昔からの習慣だなと思いました。今回も、ね、オーストラリアで毎日熱心に働いてんねって <laughs> Airbnb の滞在先に言われるんですけど、まあ、大体その言われたときはね、まあ 熱心に働いてるんじゃなくて、次の旅行先ね、どこにしようかなとか、ホテルにしようかな、イヤビー BNB にしようかな、移動は電車か飛行機か、何にしようかなとか、旅行のプランを練ってる時でね、どうも旅行のプランを練ってる時はね、一番真剣に取り組んでるみたいです。まあ、もといね、今度の旅行は、えアブダビ経由でロンドンに入ると。ロンドンに入って、こう、 フランスを回る予定だったんですけど、急遽ね、フィンランドが学力非常に上がったと、ねえー。そういえば北欧って言ったことねえなと。まあ、別に学力上がったことがね、えー、特段あんまり関係ないような気もするんですけど、まあでもね、えー、妙に気になっちゃいまして、じゃあフィンランド行ってみようかということでね、ロンドンに着いて1週間滞在したらヘルシンキ、フィンランドのヘルシンキに飛びます。 フィンランドまで行ったらね、まあ、えー、電子国民になってるエストニア、ね、どうも気候的に進まなかったけど、ここまで行ったら寄ってみようということで、タリンに。でね、ここからここだったらなんか近いからこれフェリーかなんかで行けんじゃないのと思ったらね、えー、まんまとフェリーが出たんで、フェリーで移動してエストニアに入ると。えー、どうせフェリーで入ったんなら、どっかね、こう。 ストックフルムとかコペンハーゲンとかフェリーで行ってんじゃないのと思ったらね、やっぱり、えー、ストックフルムに一泊のフェリーがあったんで、あ、それはいいねと思って、タリン、ストックフルム。これもフェリーで移動します。でね、今回の主な目的地は実はボルドーなんですけど、ボルドーへの、ね、直行便がストックフルムからはないんで、どこからあるかなと思ったらアムステルダムからあると。まあ、そういえばね、アムステルダムも行ったことないし、 じゃあ、アムステルダムに次は行こうということで、アムステルダムに行って、そこからボルドーに行って、でそこからね、こう、スペインのバスク地方、フランスバスク、スペインのバスクと回って、えー、ニースに行って、モナコに行って、パリと、ね、で、ドバイ行って、アブダビオって帰るという形なんですけど、まあ、今回の渡航先の中でね、まあ、パリは、 まあ何度も言ってるという場所なんですけど、まあどうも調べてたらね、パリの治安が悪いという記載が結構目立ちまして、やパリ治安悪いのと、ねえー。で、よくよく見てみたらね、ああ、すりが多いと。まあすりとかね、あとあの、まあすりですね、えー。スリも結構強引なすりから巧妙なすりまでいろんなすりが多い。ただ、そのスリのほとんどがね、 バスとか地下鉄で発生してるんで、じゃあ別にバスとか地下鉄乗んなきゃ済むんじゃないのと、ね。で、パリは何回行ってるだろう ?5 回、5回行ったのかなけどね、そういえば初めて行った時ね、地下鉄乗ったんですね。しかも、ヴィトンとエルメスのでかい紙袋を持って、そしたらね、後ろからジプシーの子供たちが10人ぐらいゾロゾロついてきて、あ、これはやばいねと思って急遽 地下鉄乗るのやめてね、地上に出てタクシーを拾った記憶があるんですけど、あ多分あの子たちが、まあ、ずっとせっせとするよう働いててね、えー、主に働いてて、まあ、そら吸っていくだろうねと。だって、えー、多分ね、えー、一日の稼ぎがないと殴られるだろうし、まあ、必死で頑張ってるらしき気配はあったけど、まあでもね、えー、私が恵んでやるほど人間できていないし、えー、被害には遭遇したくないんで逃げましたが、まあ、 こんだけね、えー、パリにはすりが多いと、ね。で、観光地とバスと、えー、電車は要注意となってるのになぜに電車乗ってすりに会うと、ね。不思議でしたね。えー、だって、えー、パリ、ウーバーにしろタクシーにしろね、普通の近距離の移動だったらね、まあ10ユーロ、20ユーロで移動できるのにそこにわざわざリスクを冒してね、えー、慣れない地下鉄に乗ると。 えー、パリのスリや地下鉄を舐めてるのかという気がしますね。まあ、えーね、カツカツのバックパッカーなら、まあね、えーまあ、自己責任でというかね、その1日の予算がタクシー使っちゃうと、飯も食えないんならしょうがないですけど、まあ、標準的な、ね、被害に遭ってる日本人って、まあ、別にバスとかタクシー使わなくても全然余裕じゃないのという、ね、予算がありながら、なぜそこをけちると。ねえー、まあ 今や神話ですけど、安全と水はただじゃないと。日本は安全と水をただだと思ってるという話がありましたけど、まあ、今やね、日本でも若干危なくなってきてますが、少なくとも海外の大都市、ねえー、それは地下鉄、バス、公共,公共交通機関に、ねえー、抵抗できないような荷物を多い状態とか、慣れてない状態とかで乗りゃ、狙われるのは当たり前と。ね えー、なぜそこに、なぜそのリスクを犯すか、分かりきったリスクは避けましょうと、ねまあ、そのリスクを避けるのにね、払うべき対価が、まあ、移動をタクシーにしたこところでね、多分1日3回移動したってね、えー、20ユーロ ×3 で、えー、60ユーロ、まあ、60ユーロってことは8000ぐらいか、まあ、8000ぐらいだったらね、全然その移動も楽ですしね、えー、そのわざわざ。 被害に遭うリスクを負ってもらう地下鉄。慣れない地下鉄乗ってよく分かんなくて、節約しようと思ったけど、すられちゃったと言ったら、しゃれにもなんないんでね、えー、危ないと分かってるもんにはミスミス、みずみず、みずみず近づかない方がいいと。 ね、まあ、アマゾンなんかでもね、えー、こういうことやると危ないよというのもね、えー、別にそれやんなかったから、それを危ないよということをやんなかったやることによって得られる利益ない、ほとんどないんだしね、やんなきゃいいのに、まあ、なぜかやる人が後を絶たないというのはよく見かけるんでね。まあ、やっぱ安全に関するこの嗅覚の鈍さというのは日本人は、まあ世界でも指折りなんでしょうけど、まあ、パリが危ないというのを見てね、 なんか意外な気がしたんですけどまあまあまあそれはあのほ、えー、に仕事のない人がねいてね職業すりという人たくさんいるんでね、まあ、すりが多いのは当たり前とですりに被害に遭うのは、えー、観光地、えー、バスタクシーそして観光,し、ねえー、観光客丸出しの人たち観光客丸出しのスーツケースとか大きな荷物を持ってる時は、えー、バス電車使わない。 タクシーで移動する、ウーバーで移動する、あるいはホテルのリムジン利用すると、でえー、美術館とか行くときは、ね、貴重品は持ち歩かない、あるいはね、えー、持ってても思いっきり、えー、なんつったれあれあの、腹巻きみたく巻くね、貴重品入れに入れとくとか、ホテルのセーフデポジットに入れとくと、まあ、普通にそんな苦労せず、できる対策でね、全然危ない目を避けて快適に旅行できますんで。 まあ、パリに行く際は電車地下鉄、ね、乗らないことをお勧めします。そして、えー、わざわざ、ね、やらない方がいいということ、試して危ない目とかね、嫌、えー、な目に遭うことはないんじゃないかなというのはね、パリの、えー、電車地下鉄に限らず、ねえー、ビジネスでもアマゾンのややかれたでも、まあ、世の中何でも、えー、よくあることなのになぜその、えー、手間を惜しむと。 なぜその家電けちるということでね、えー、結構嫌な思いすることが多いんだなというのをね、感じました。 なんかね、拍子抜けしましたね。パーリー何が危なかったかなと。まあそれはね、えー、テ,ロテロ以来ね、えー、結構警戒厳重でね、えー、マシンガン持った人たちはいっぱいいますけど、まあ、むしろ、ね、警戒厳重でご苦労さんと、なんか頼もしいねと思うぐらいでね、治安が悪いと思ってなかったんですけど、あ、そっちじゃなくて、スリの話ねというので拍子抜けしましたけどね、えー、ちょっと調べり 危ないというのは分かってるんで,で、それを避けるのにね、莫大な金がかかるわけじゃないのに、えー、避けずにね、えー、みすみす電車、バスに突っ込んでいくことはないだろうと、ね、不思議に思うとともに、ね、避けられる、えー、危険は避けましょうということで、シェアさせていただきました以上天アカデミー堀秀夫でした。